かもゴーダのプレーも結局3点プレーになりましたので、スミス、そしてエンドワンだ。徹底的に今日はアウトサイドで攻めようという作戦ですよね。さあここはファイサンバがフェーダーウェイを見せる。中にいるスミス、さあスミスとオマラのここも押し切っていってスミス。これは3年の太田とユニークサイトの試合出場数ということになっています。ああよく厳しいところ決めてきました。早く早くボールを前に運ぼうという両チーム。ファイサンバ、さあスミスが押し込んで中に入れてきた。ディフェンス、スミス選手のディフェンスですよね、これポイントですよね。レンツ、ファイサンバフリーになった。野崎、いいドライブでした。野崎と鈴木のマッチアップ、ブライス・ジョンソンにカイル・ハント、ジョンソンが押し切ります。押し切っていきました。これはターンオーバーになった。そしてコーディ・デンプス、自ら持ち込んでのシュートを決めた。浦野と木下のマッチアップ、晴山ケミ、きた。これで再びリード富山。ファール3つの選手が多くなっています。両チーム入れた。これはもう大阪どうしようもありません、はい。伊藤武史決めた。大阪はファーストブレイクですよね、そして富山はスリーポイント、これが鍵になりますね。ここも伊藤だ、まあ、あの早い展開にしようという意図はありましたので、悪くはないですよね。シュートは落ちましたが悪い攻撃ではありませんでした。ブライス・ジョンソン、ダンクを見せます。このインサイドのディフェンスとジョンソン選手のところですよね。ここでスミスに入る。ブライス・ジョンソンに渡った。そしてエンドワンです。もう本当にスミス、スミスが中に入る。ファールはない。春山ケミン決めた。大きな一本富山。おっとここはターンオーバーになる。早く攻めるというところ春山だ。春山がよく手を出した。そしてスミスに入った。そしてエンドワンだ。